ゃいちゃる。にゃい。始まりました。チュンチャンネル。主役はこちらのチュンちゃん。2018年5月生まれ、現在1歳6ヶ月の娘です。そしてもう一人の主役がこちら。ひいちゃん。2019年10月生まれ、現在2ヶ月の娘です。そして私、チュンピーのママ、チュンママです。30代前半、おすすめの通販スイーツを教えてください。さあ皆さん、この変化に気がつきましたか？そうです。ピーちゃんがバウンサーに鎮座しています。ピーちゃん、浮いたら泣く問題を解決するべく、何かいいアイディアはないかと探した結果、ベビービョルンのバウンサーに行き着いたのです。チュンちゃん、かわいいよね。では、最初に試した時の映像がありますので、ご覧ください。いないいない。してみるよー。ピーちゃんはね、置くといつも泣きがちなんですけど、これはどうかな。さっと入れるだけだから簡単だね。ピーちゃん、顔パンパンしないでよ。はっ、いいね、パンいいね。コンしないで、コンしないの、コンしない。わっ、かわいい。ゆうちゃん、ゆらゆらさせてあげて。あ、そうそう、ゆらゆら、激しい激しくしないで。ゆらゆら、ゆらゆらしてあげて。すごい、よさげ。これで、これからはチュンチャンネル行こうか。買ってよかった、これは。買ってよかった。3段階のリクライニングがついてて、今一番高い状態。リクライニングで一番低い状態がこれです。ねえ、これぐらいでもいいね。生地はキルティングのコットンタイプと、あとメッシュタイプがあったんだけど、これから寒くなるのでも6種類ぐらいあったけど、このグレー、グレーにした。おとなしい、めちゃくちゃおとなしい。えいや、はい、どうぞ。として使えていいね。取り合いになるのか。ピョンピョン、遊具みたい。ピョン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 。気に入ってくれた。おしゃべりして。カメラ目線になった。全く泣かないかと言われるとそんなことはないのですが、すっきりしたデザインと扱いやすさが気に入りました。では今回もチュンちゃんじゃんけんタイム。チュンちゃんじゃんけん、じゃんけんぽい。チュンちゃんパーを出しました。すっ
それではまたね。